七里半湖市は、福井県鶴ヶ市と滋賀県高島市を隔てる峠である。標高383メートルの国道を161号、上に位置する峠である。別名として、山中峠、荒地越、海津越とも呼ばれる。先に挙げた別名の由来は、山中峠は、峠のある、福井県側の地名から、荒地越と海津越は、 麓の地名から取られたものだが、七里半古市の由来は、かつての街道の起点であった鶴ヶ島引田と峠道が平坦になる高島市牧野町、海津までの距離が約七里半であったことに由来する。またこの峠道自体も七里半街道と呼ばれる。古くは古代三関の一つである荒地関が置かれており、交通の要衝であった。現代でも滋賀県古西から、 福井県を目指す場合、避けては通れない峠となっており、現在もドライバーたちに難所として知られる峠である。滋賀県側の麓には、追坂峠という峠があり、この峠も七里半戸市の中に含まれる。峠道の中に別の峠を内包するケウな峠である。また高島ドレールの支店でもある。車両での通行が可能な峠である。 実に 30km 近く山道が続き、国内屈指の長さを持っている。しかし全線片側1車線の確保された舗装路であるため、極端に走りにくいということはない。また勾配が急な区間には、都販車線が設けられており、トラックなどの牽引車両や大型車両も十分に通行できる。滋賀県湖西地方と福井県を結ぶ大動脈であり、ひいては、 関西地方と北陸地方を結びつける最短ルートの一つであるため、幹線道路としての機能を十分に有している峠である。雪深い地域にあるが、山中スノーベースが峠中腹にあることもあり、冬季通行止めにもならない。年中通行可能な峠である。しかし、北陸本線の下をくぐる引田トンネルは、かつて1.5車線程度の幅しかなく、離合が困難であり、 1982年暮れにアセトンを積んだタンクローリーが鶴ヶ市方面へ向けて走行中、道トンネルのガード壁に衝突した事故も実際に起きている。2003年度より、起点側 4.5km の区間では、引田トンネルに代わる新引田トンネル新設を含めた地、除雪拡幅事業が実施され、2015年3月25日に開通。 大型車両の対面通行が可能になり、旧トンネルは歩道として活用されている。ありがとうございます。